YouTube を活用して受験体験をしていただける解答一覧。解答一覧が出るってすげえよ、これは。いや、ずっとね、できなかったトイックですからね。ね、ETS が作ってるやつで、そして無料ですからね。めちゃくちゃすごいことなんで。僕も、その試験受けてるところも生配信しようと思います。ほわでは始まりました。もちゃチャンネルです。今回はですね、そうです。いやー、出ましたね。トイックで公式問題期間限定無料公開というですね、ことになりました。まあ簡単に言えば、トイックが自宅で受けれるということになりますね。まあこの凄さっていうのがね、難しいね。動画を通じて模擬受験が可能にって書いてあるんですけど、まあ実際に ETS が作るね、問題を解くことができるってことなんですけど、いやー、このね、大学受験とかのために勉強してる人たちは凄さがわかんないと思いますけど、なんでしょうね。共通テストの、ですか、模擬問題がもう一個新たに公開されたとか、早稲田の、ね、過去問みたいなものが無料で一個新たに公開されたみたいなね、そういう感じになります。もともと ETS ってこうだって隠しての会社でしたから、全然出さなかったのに、まさかの無料で公開ですよ。多分ですよ。これは多分だけど、日本のね、IIBC 側もう問題買っちゃってて、ETS から買っちゃってて、で、中止になっちゃったから、コロナで、だからもう出すしかねえと。で、出す時にどうやって出したいかな。そうだ。模試公開とかにして、で、YouTube で問題流して、YouTube の登録者数も増やしちゃう。みたいなね、のが聞こえてくるんですけど、まあ、それにしたって、ものすごい。ことです。これが無料出るっていうことは。で、それに伴ってですね、僕もその試験受けてるところも生配信しようと思います。6月28日でしたっけ？そうですね、6月28日、まあ1時から行われる。まあ12時55分って書いてあるんで、多分まあ何かしらのね、準備のやつを多分ディレクションズか流れるんだと思いますけど、そういった形でやるので、その6月28日に生放送でやりたいと思いますので、まあその時は誰かね、モデュレーターやってください。で、2時間私がその解いてるとこ全部流します。とか実際私がどういった感じでね、トイックの問題解いてるのかっていうのを見ることができますし、まあスピードだよね。どれぐらいのスピードでやってるのか。あ、本番はなんですけど、超スピードとかでは解かないですから、必ず正確性ですね。全問正解を必ず狙うので、そういった感じで解いていくので、まあそれがわかるかなと。まあ口で多分言いますので、今終わりました、パート5終わりましたとかって喋るので、ぜひですね、一緒に受けてる皆さんもですね、それを見て、ね、あ、え、もうここまで来てんの？みたいなね。とか、お、俺の方が早いぜ！みたいなね。普段はね、わかんないですから、相手がって言うんですけど、他の受験者がどのぐらいのスピードで解いてるかとかわかんないですけど、それをね、実際にこう、体感できることになりますので、ぜひ一緒に受けてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。まあ終わったらそのね、公表とかもしたいとは思うんでね。まあ久しぶりにトイック満点取った皆様とも繋いで話したりするのも面白いかなと思ってます。いや、ずっとね、できなかったトイックですからね。すごいです。しかもね、ETS が作ってるやつで、そして無料ですからね。めちゃくちゃすごいことなんで、もう楽しみでしょうがないですね。まあ解いてくださいってコメントくださった方ありがとうございます。はい。なんで、生配信で解きます。あ、もちろんあれですよ。リスニングは流せないですから、なんかヘッドフォンかなんかしてやります。ぜひ6月28日1時からですね、皆さん一緒にトイック受けてもらえればいいんじゃないかなと思います。では詳細ですね、を見ていきますね。トイック Listening and Reading、ね、Listening and Reading 公式問題期間限定無料公開、動画を通じて模擬受験が可能に。すごいですね。日本でトイックプログラムを実施運営する国際ビジネスコミュニケーション協会 IIBC所在地まで書いてある。東京都千代田区永田町理事長室伏隆之さんですか、は TOEIC Listening and Reading Test 以下 TOEIC L&R の公式問題を期間限定で無料公開いたします。すごい。リスニング音声は動画で無料公開し、すごい、約2時間で200問を受験いただけます。動画が終了時刻をお知らせし、ああ、そういうこと、ずっと YouTube で流れてるってことなのか、リーディング中も。受験後に回答と参考スコアを公開いたしますので、模擬試験としてご利用いただくことができます。あ、そうですね、参考スコアです。あと TOEIC って偏差値なんで、実際にいろんな人 の問題がこう問題とか回答したやつが集まんないと正確な点って出せないんですよ。だから1問5点とかになってませんので、新型コロナウイルス COVID-19 感染拡大に伴う外出自粛などの状況下で英語学習を継続されている皆様より、目標がないとモチベーションが続かないという声をいただきましたと。なるほど。そうですね。本当に自分自身もね、
やっぱ試験ないと本当にねやってらんないですよ。そこで動画を通じて無料で受験体験をしていただけるハッシュタグがついてる TOEIC 公式みんなで模擬受験企画を TOEIC 公開テストが実施される予定だった6月28日に開催いたします。わ、無料公開の問題は TOEIC テストの開発機関の ETS が作成したもの、制作したもの、これが本当すごいんですよ。であり公式問題となります。そう、公式の問題っていうのはすごいよね。やっぱね作れないんですよ ETS のレベルの問題って。なかなか、すごくよく練られてて、やっぱいろんな申し出てますし、いろんな参考書も出てるんですけど、やっぱね勝てないんだよ、まあ、長年のやっぱ積み重ねてきたさすごいノウハウがあるんだよ。で次回受験までの一つの目標として、また英語学習のモチベーション維持に本企画をご活用いただければ幸いですと。はい、ハッシュタグトイック公式みんなで模擬受験企画概要、開催日6月28日日曜日12時55分から15時受験と、まあ多分1時ぴったりに始まって3時に終わるって感じですよね。3時15分から3時半に学習アドバイス動画公開。あ、学習アドバイス、多分だから問題に関しては触れられないよね、TOEIC のことだから。15分しかないんだ。でも問題回答用紙公開期間、へえ、6月22日から8月31日、そんなに幅広く公開してるんだ。参加費無料、企画特設サイト URL が YouTube になってるから、多分 YouTube で流れるんだろうね。多分そこに行くと書いてありますね。これまでない状況の中でもう英語学習を継続されていません。目標がないとモチベーションが続かない。同じだな。という声にお答えして、YouTube を活用して受験体験をしていただける、TOEIC公式みんなで模擬受験を企画しましたと。なかなか試験会場で皆様とお会いすることが叶いませんが、誰だお前は。安心してご受験いただける日が来るまで、一つの目標として本企画を英語学習のモチベーション維持にご活用いただければ幸いですと。テスト開発機関 ETS の協力のもと、日本では未公開の公式問題を本企画のために特別にご用意しました。皆様のご参加をお待ちしております。絶対買ったやつだと思うんだよね。実施される予定になってた問題だと思うんだよね、本当はね。だから本物だと思ってるんですよ私は。あ、すごい、またいろんな爪があって。で6月22日10時にこの問題と回答用紙がダウンロードできるんですね。へえ。あらかじめ見ないですよ私、6月28日まで見ません、絶対に問題は。で回答用紙もちゃんと準備してこのマークするのをやります。それから受験できる YouTube 上に公開して、公式問題や公式スピーカーによる、あ、公式スピーカーって言うんだ、ナレーターだよね、そのままナレーターによるリスニング音声で公開テスト受験を体験していただける企画です。試験終了後には学習アドバイス動画を公開と。回答一覧、回答一覧が出るってすげえよこれは。 TOEIC だって答え知れないわけじゃん、いつも毎回毎回さ、答え知れるってでかい。そうか、じゃあ答え合わせも流しますわそのまま参考スコア、範囲換算表とともに、あ、そうそう、範囲換算表、そうだから正確な点数わかんないですから、換算表、ここからここまでだいたいこれぐらいですよっていうね。英語講師による学習アドバイスを視聴いただけると。6月28日同じですね、12時55分から3時と。変更になる可能性があると。で6月28日にご参加いただけない場合でも、公開期間であればご覧いただくことができる。ああ、だから YouTube 上で残ってるんだね、8月31日まで。すげえ。無料インターネット、受験形式インターネットでやると。ダウンロードした問題回答用紙 PDF を準備して、 YouTube 動画を視聴しながら回答マークシート形式、受験後アドバイス回答一覧、参考スコア、アビリティーズメジャーと、それはそうだね。学習アドバイス動画、横川綾子先生、ああ綾さんだね、明治大学国際連携機構特任教授、長い。試験問題の解説及び具体的な学習プランの立て方、学習法など15分で紹介と。公式チャンネルと通知オンの設定がおすすめです。ああ、YouTube チャンネルで、チャンネル登録してねってことね。5610人。再生数は伸び悩んでるな。お、安河内先生とかいる。当日の流れ、YouTube 模擬受験動画、リスニング45分間100問の音声を聞き、75分の5分間、あ、時計が表示されるんだ。リスニング開始から2時間後の終了時刻に試験終了の合図が流れると。学習アドバイス動画にて回答一覧だったら同じだね。あ、ここで回答一覧出るんだ。それまで見れないのか。なるほどね。で、6月21、10時から試験開始まで事前準備ダウンロードすると。まだこれは出てないですね。6月22日からできるそうです。チャンネル登録しよう。Twitter もやろうって書いてある。で、YouTube 公式チャンネルでスタンバイと、模擬授業スタート、あ、模擬授業じゃない、模擬試験スタート。受験までの意気込みを投稿すると、TOEIC オリジナルノートが2020名様に当たると。オリジナルノート。当たるかな、まあ、この動画出すときにハッシュタグ出して、全問正解目指しますとか言って、出しますか。この動画じゃあ Twitter 上げるときそうします。まあぜひ Twitter でね、そういう、これ
からやるぞみたいなのをね出していただいて、であとはコメント欄ね、うちのコメント欄の方では、ね、もしこれぐらい頑張りますみたいなのとか、あとは実際のね本番のトイックでは何点目指しますみたいなのをコメント欄にいただければいいんじゃないかなと思いますね、はい。まあ、初めてだよね、自分がそのトイック受けてる、まあ、公式問題集のやつと韓国で売られてる過去問のやつはね、うちのチャンネルの動画にも出てますけど、なんかこういう感じで本当の問題っていうのをこう生放送で全部流すっていうのは初めてになりますんでね、ぜひまあ一緒に受験頑張ってもらえれば、まああとはね時関係ないって人は一緒にね勉強してもらえればいいんじゃないかなと思いますので、はい、6月28日ご期待ください。はい、一緒に頑張りましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.